ジャック・ラッセル・テリアは、活発で知られる小型犬の品種であり、そのエネルギッシュな性格と独特な外見で人気です。外見、ジャック・ラッセル・テリアは小柄で筋肉質な体つきを持ち、その特徴的な見た目があります。彼らの毛色は白を基調として、茶色や黒の斑点やまだらがあります。しっかりとした体つきと敏捷な姿勢が彼らの外観の特徴です。性格、この品種は賢く活発であり、いつもエネルギッシュな性格を持っています。彼らは非常に好奇心旺盛で、物事を探求し、冒険を楽しむことが好きです。また、非常に忠実で愛情深く、家族との絆を重視します。運動とエネルギー、ジャック・ラッセル・テリアは高いエネルギーレベルを持ち、活発な生活スタイルが必要です。彼らは長い散歩、ランニング、ゲームなどの運動を楽しむことが大好きで、十分な運動が彼らの幸福感と健康に不可欠です。社会化とトレーニング、この品種は社交的であり、他の犬や人との適切な社会化が重要です。早い段階から様々な環境や刺激に触れさせることで、友好的で従順な性格を育成できます。また、トレーニングはポジティブな強化を使用して行うことが効果的です。ケアとメンテナンス、ジャック・ラッセル・テリアの皮毛は短く、ブラッシングが比較的簡単ですが、定期的なケアが必要です。爪切りや歯のケアも重要です。彼らの耳は感染症に注意を払う必要があります。健康。一般的には丈夫な犬種ですが、ジャック・ラッセル・テリアにはいくつかの遺伝的な健康問題があることがあります。特に関節疾患や目の問題に注意が必要です。定期的な健康チェックとバランスの取れた食事が健康維持に役立ちます。まとめ、ジャック・ラッセル・テリアは、活発で好奇心旺盛な性格とユニークな外見が特徴の小型犬の品種です。運動と刺激的な活動を必要とし、愛情け深く忠実なペットとして家族に素晴らしいコンパニオンとなるでしょう。しかし、彼らのエネルギッシュな性格とトレーニングの必要性を理解して、十分なケアと注意を払うことが大切です。